はい、こんばんは、文具王です。文具王の文具深夜便今日はこんなお話です。 はいえ。今日はね、ちょっとやってみよう企画で、えー、簡易製本をやってみたいと思います。まあ、いろんな製本方法はあるんですけども、今回は木工用ボンドを使った簡単な無線とじをやってみようかなと思います。ということでですね、えー、まあ、こんな紙を用意しました。これ2001年ということで随分前ですね、の竹尾、えー、ペーパーショーっていうですね、まあ、紙の問屋さんか竹尾さんがやっている紙を使った、まあ、展示というかアートとかいろんなものを やってるんですけれども、その時に紙の知識をまあ身につけてほしいということでですね。いろんなパンフレットというか、こんなものをですね。配っておりまして、まあ順路に沿っていくとですね。1枚ずつこの資料が揃っていくようになってます。で、例えばこの白さの白色度別に分けた。まあ、そのね。紙の銘柄リストだったりとか、透明度の高い紙をリストアップしてみたり。とかとか重さとか軽さっていうので、分類したらとかっていうことでですね。すごくね。 あの紙の基本的な知識がぐるっっっとと回てていくとつくつようなな展示になってたんですねなんですけれどもその時にもらったパンフレットこれがねバラバラにまあそのね展示ブースごとにえこの紙が配られているのでえこれ全部で17章まであってさらにその後に会社紹介とそれからまあコラムみたいなものがあるんですけどこれ全部バラバラでまあちょっとあれなんでこれを閉じておきたいなと。 思うわけです。なんですけれども、まあもちろんここに2つ穴開けてですね、あのパンチで穴開けて閉じるのが一番簡単なんですけれども、今回の場合はですね、全部がこの V 字型になっているもので、で、しかもほら、真ん中こうやって繋がってたりするんで、こういうところに穴開けたくないなというのがあるので、まあ今回はあえて無線閉じというのにしてみたいと思いますと。 いうことなんでですけれどもで道具としてはですね、この木工用のボンド、それから、これはあのブックエンドですね。で、あとはファイルボックス。で、えー、っと、このいっぱいね、ダブルクリップいっぱい。それから、あと、これ金属製の定規ですけれども、この縦の長さよりも長いものを2つ用意しました。で、これはあのまあ、汚れないようにマスキングテープを貼ってありますね。ね であとは、えーまあ、これは段ボール何でもいいんですけども段ボールとかの切れ端を用意しておりますということで、まあ、これを使ってですね今から閉じていきたいと思います、えー、早速やっていきたいなと思うんですけれども、まあ、このこっち側の部分をですね、まあ、簡単に言うとここの部分にのりをつけてこう置いときゃ固まるわけですよでそれで背中を固めたいということなんですけれども、まあ、なるべく綺麗にやりたいなということでこトントンってやってこの 背中の部分を揃えていくわけですけれども、揃えた状態で、一旦これを、ね、束にして止めたいということで、まあ、別にこれなくてもいいっちゃいいんですけれども、えー、こんな感じでですね、えーとまあ、簡単にこう紙を揃えるのにすごく便利なので、時々こういうブックエンドを使ったりします。で、ブックエンドでこう両側ですね、押さえた状態でトントンと。 そ底,底の部分が揃ったらこの状態でちょっと一旦この紙をえきちんと留めたいと思いますなんでこの上下もねきちんと揃えとかないとこれで固定しちゃいますからねなんで綺麗に揃えたらこの横の部分をですねクリップで留めますで一番下の端まで行かないでちょっと真ん中より下寄りというかで留めときますでこうやって留めてあげるとですねちょっと出すと はい。えー、こっち側が今綺麗に、こう、面がね、出てる状態で揃っておりますと。で、ここに、え、糊を塗るんですけれども、全体的にこう、しっかりギュッと押さえたいんですけども、え、こっち側からクリップで押さえてしまうとですね、押さえたところに、まあ、糊が塗れない問題っていうのがあるので、この状態で、このマスキングした、え、定規で挟むんですけれども、ちょっと、このファイルボックス、せっかくあるので、横にして、こうね、え、乗せやすくしていこうかなと思います。 まあこんな風にしてですね、両方からえーこの板で挟みます。こんな感じね。になるようにします。で、ポイントはここでわずかにえこの定規の方をですね、手前に出します。要は、定規と定規で挟むんですけど、この定規がまあ左右に土手を作るような感じですね。1ミリぐらいでいいかなと思うんですけれども、土手ができるようにしますと。 ね、あんまりやりすぎると深くなりすぎるので、このぐらいでいいかなと。で、えー、両側はみ出した状態で、これをクリップで留めます。よいしょ。はい。これでね、あの、位置合わせができるかなぁと。で、これでしっかり留めるとですね、まあ、こんな感じになります。えー、紙のこの面ですね、ここ揃った面がありつつの、その左右のところに、ちょっとだけこのね、 えー、マスキングされた定規が、えー、左右に出ている状態ですね。この状態ができます。で、えーまあ、ちょっと外れないように、今のところ真ん中も止めておきます。よいしょ。はい。でてあげると、まあ、ちょっとね、この閉じてあるところはギュッと押さえられてるんですけど、それ以外のところはちょっと膨れた感じにちょっとなりますけれども、まあ、これあんまり気にしないでいこうかなと思います。で、これを今度はこのファイルボックスの中に入れるんですけど、ここ横のクリップ、邪魔なので、どけます。 ということで、まあ、あのハンギングフォルダーみたいな感じね、上からこうやってぶら下がった状態ができました。で、まあ、ここにですね、のりを入れていって乾かそうというお話です。まあ、あとはですね、まあ、ここの、えーまあ、左右にね、ちょっとだけ、えー、定規出てますから、その定規と定規の間にちょうど溝になってる状態なので、ここにですね、えー、木工用ボンドをニュ,ニュニュニュっと入れていきます。いけるかな入れます。 ね、こっちもちょっと入れようかな。はいと。いう感じですね。で、えー、これをですね、まあ、ちょっと平らにならすわけですけれども、こんな感じでならしていきます。あの、ここで、よいしょ。はい。えー、段ボールが役に立つわけですけれども、こうやってやるじゃないですか。ここできないよね。できないので、じゃあどうするかというと、ここの部分に今、のり塗ったから、ここをですね、外から、えー、クリップで止めます。 よいとね、でここもやります。ここもきれいに揃えましょう。ねペターっとやって。で、やったらですね、ここにもう1個ですね、クリップを止めます。ガッ、ね、だから真ん中の部分、今、支えられてるから大丈夫だろうということで、外します。はいで外したところにですね、またのりをちょっとニュニュニュっと塗ってですね、はいもうちょっと塗っとこうかな。まああの ちょっとケーキ作りみたいな感じですね。で、これちょっとあの、さっき、えー、段ボールの切れ端を用意してますけれども、段ボールの切れ端でここをですね、こう、きれいになめていきます。と、きれいにほら、溝の部分が埋まりました。ね。そしたら、ここも真ん中も止めておきましょう。せっかくなので、押します。そうすると、端っこの部分がちょっとまだあるので、えー、端っこの部分ですね、ちょっと端、寄せといて、ここだけはね、ちょっとそ、外に開いちゃうので、一番外端、 ちょっとねえまあこの紙があるところの横まで留めますけれども止めた状態でここにのりをでこの時は内側から外側に向けてこれをシャッてやっちゃうと外にのりが出ちゃうので外から内側に向けてやりますはいまあなんとなく綺麗につくようにまあ端っこ本当の端の端までなくてもいいかなと思うのでそこはえー加減で。 ギリまででいいかなと思い,ますということでこうやって綺麗になりましたね反対側も行きましょうということででここまできたらこっちも止めておきますもうあのクリップはいっぱいあった方が便利でいいですねはいじゃあこっちの端ですねこっちの端もちょっと外はみ出るぐらいまで止めてあげてですねえー、ここにのりを塗りますはいということで で、はみ出した部分、またこれですけど、まあ、こう、ついてないところがいいですね。綺麗にこうやってあげると、これでだいぶ綺麗にこう、つきましたよ、という感じですね。ま、最後ちょっともう一枚あるんで、ちょっと整えておこうかな。はい。ということで、これで、えー、背の部分にですね、綺麗にボンドがですね、まあ、ああの、一列綺麗に糊がつきましたよ、と。で、厚み的にはですね、まあ、このへこんだ部分の厚み分だけついてるので、よいしょ。はい。 こんな感じですねで、えー、しっかりと止めておきましょうはいでまああのー、この状態でですねまああのー、まあいくらでも今クリップはいっぱいうちにあるので止めてますけどここまでやんなくてもいいかなと思いますけど止めておきますこれでのりが乾くまで、えー、しばらくおきます木工用ボンドは透明になってくるのでわかると思うので、えー、しっかりこれをですね止めたまんまでですね えまあ半日から一日ぐらいですかね、置いておこうと思いますと。ということで、結果はこの後でまた続きをやりたいと思います。はい、ということで、数時間経ちました。で、ちょっとですね、海苔が固まってきたかなと思うので見てみたいと思います。これちょっと外すね。 よいしょなんか横にね、はみ出した糊とかにくっついたりとかするのもありますけれども、えこんな感じでですね、まつツヤツヤってなってますけれども、ここのところにですね、ちょうど溝のところを埋めるように、ボンドが入っています。ということで、えこれをですね、今から全部外していきます。で、えはみ出した糊なんですけれども、まあ言うてここのですね、マスキングしてあるこの板というか、 この定規のところにくっついてるわけですから、これペリッと剥がしてあげれば、多分、で、この、この時に、このね、紙の束から、あの、糊を剥がさないように、こっち側の、ま、定規の方を外すっていう、ま、のだけちょっと注意してください。あの、ね、多分定規の方が、ま、これマスキングなんで剥がれやすいと思うんで、綺麗に剥がれると思うのですが、そんな感じで外してください。そうすると、これ全然、 のり残ってないので、またこれね、え後で使えると思います。で、こんな感じです。出来上がりはい。えー、のがついていて、ツヤってなってて固まってますよね。で、えー、開くとですね、まあ、背の部分だけで止まっているのですが、ちゃんとほら、ほら、ね、無線閉じになっています。ということなんで、ここ本来は、えー、背中同士が合ってるだけなので、何も繋がってないんですけど、ここの、 え、木工用ボンドで止まっていますということで、木工用ボンド優秀。めっちゃ優秀。これで一通りこうやって調べられるじゃないですか。読むときもこうやって読めるじゃないですか。ペッターンって開いて。もうこれあれですよ。まあだから、ほぼほぼ、あの水平開きノートと基本的な作り方は同じです。 ということなんで、まあ、おじいちゃんのノートと同じようにですね、ペターンと広げて読むことができますよというところですね。まあ、若干あののリの硬さがあるので、えー、こういう薄い紙とかだったら、まあ、その背中の部分に引っ張られてる感はありますけれども、ほとんどのページに関してはですね、まあ、そのまんまこうやって。 開いてみれますというところですね。力入れてビッて引っ張ったらバリバリって剥がれると思うんですけれども、まあこれで背中が閉じてある分には十分かなというとこなんで、こんな感じですね。で、ここに例えば気になる人だ方、これね、本棚に入れた時にこっち側に見出し欲しいっていう人はですね、 え、ここに何らかあのね、テプラみたいなの貼ってもいいし、あとはここにですね、製本テープとかを貼ってもいいかなと思いますが、まあ、資料としての開きやすさで考えると、製本テープとかは貼らない方が、まあ、使いやすいかなと思います。ということで。あ、よかった。綺麗になった。ね。これあの、ね、ぶっつけ本番のですね、えっと <laughs>、資料でやってみたので、まあ、撮影しながら、まあ、こうやってね、やってはみましたけれども、 つかなかったらどうしようと思ってましたけれども、まあまあちゃんとついてます。ということで、今回は、えお手軽な、もう本当に木工用ボンドとですね、それから、ま定規で挟んで、間にですね、木工用ボンドを流し込んだだけ。で、やっぱここ、綺麗に作るコツは、やっぱり両側に、この、マスキングした定規で土手を作って、その間を綺麗にね、ボンドで埋めちゃうってことです。そうすると、この隙間に綺麗に入って、固定できますと。 いうことなので大体あの点のりメモっていうのはこの木工用ボンドのまあ成分はね多少調整してあってそこら辺はやっぱりメーカーによって使い勝手のいいのりっていうのを作るんですけれどもただまあ,あの基本的にはこの木工用ボンドと同じだと思ってくださいということなのでこんな感じでえ綺麗に閉じられましたというところでいやーうまくいってよかったという感じでしたえーということでえ今回はそんなお話でしたえまあ <laughs> あのこれだけじゃなくってね普通に例えば使い終わったルーズリーフとかを止めるとかいうのにも使えるでしょうしあの名刺とかパンフレットとかも集めてなんか止めておきたいっていう時にはですねこれで十分止まりますので背中の部分本当にね背中寄せ集めてのりをつけただけなんですけれどもこうやってきれいに開いて見ることができるということなのでこれはねえー知っておいてもいいのかなただし固まるまでに数時間かかるので。 まあ半日ぐらいはあの乾くまでに時間がかかるのを覚悟しといてくださいというところですねあんまり慌てると固まる前に触っちゃうとズルズルっていっちゃうのでえ気をつけてくださいっていう感じですねあとなるべくまあこのえークリップは多めの方がいいです、はい、ということでですね今回はえー木工用ボンドを使った簡易製本のお話でした以上ですお疲れ様でした